おはようございます、釣り子 TV です。ございます。今日はめぐたつさんの釣り仲間であり、はい、そして釣り子 TV の視聴者ということ で、ね、はい、先日のあのシーバスの動画にもね、そうですね、出ていただいた周平くんに来ていただいております。どうも。それ何ですか、手元のやつ。これですか。これはですね、19アンタレスをちょっと今日は買ったので、ぜひこの場で開封したいかなと思っております。というわけで本日の釣り子 TV はちょっと釣り子が貧乏で購入できないですね、19アンタレスを釣り仲間の周平くんが買ったということで、はい、その開封をですね、小岩のバーフープからお送りしたいと思います。イエーイ。じゃあいよいよ19アンタレス開封してもらってもいいですか。はい、じゃあちょっと早速開けてみたいと思います。ケースかっこいいね。ケースかっこいいですよね、黒で。この高級感はすごいですね、はい。じゃあまず、あ、すごい、ちょっとなかなかここがすごいですね、高級感が、はい、お、まずはメカニカルブレーキの設計書。はい、はい、次、あ、やっぱ袋に入ってるんですね、最初から。ついに、はい、まあ、シマの純正のオイルグリス、はい、とリールフットのカバーですね、はい、とあとは説明書、はい、はい、じゃあ早速中身を確認していきたいと思います。おーい、おお、来ましたね。サソリ座の姿勢、サソリ座の姿勢アンタレスが来ましたね。じゃあちょっと袋から取って、あ、あー、どう、待ちに待った。いや、あ、これかなりコンパクトですね。あ、今までのアンタレスと比べてもかなりコンパクトになってますね。わ、ね、アンタレスっていうとやっぱりちょっと遠くに飛ばすためにライスプール、そうですよね、大きめで、だからボディも大きめで、そうですよね、だったけど、はい、大体16ポンド 100m とか、うん、負けるようなリールになってますもんね、うん、それは今回はラインキャパ的には12ポンド 100m、うん、12ポンド 100m 負けるスプールになってますね、はい、やっぱさすがマイクロモジュールだけあって、巻き感もすごい滑らかですね。じゃあ周平くんが触った後にちょっとそれ、はい、巡り倒した後に、はい、触ってみてもいいですか。あ、いいですよ、はい、周平くんの後にお借りしましたよ、19アンタレス。うわー、コンパクトっすね。これはまあフィッシングショーでね、もう嫌ってほど回したんだけど、はい、あ、はいはいはい、あ、やっぱりね、この島の独特のヌルヌルとした回し心地と、うんうん、カチッとしたね、アペゼローもしっかり、はいはい、で今回はね DC じゃないから結構シンプルなね、遠心力ブレーキ、うん、っていうことだけど、周平君はこれでどんなルアーを投げようかなと計画してますか。そうですね、やっぱ房総のダムで釣りすることが多いので、8分の3のスピナーベイトとか、はい、あとはやっぱシャロークランクとかチャターとかですかね、そういえば、まあ、やっぱ 10g 前後のルアーを、まあ、主に投げて行く感じですかね。あ、だからこのスペック見た時にどっちだなって感じたわけだ。そうですね、ちなみにちなみに、はい、普段はライン何ポンドぐらい使ってるんですか。だいたい12から14が多いですかね。あ、じゃあこれでね、ちょうどね、はい、そう、ちょっとね、自分もアンタレスの昔のやつとか使ってるけど、はいはいはい、ちょっと下巻き入れないと、そうですよね、糸がもったいないなっていう機会があって、はいはいはい、うん、これの糸巻き量はね、ジャストだなって思ったんだけども、ね、ただ自分はちょっと、うん、これ買うんだったら、はい、同じお金あったら、モンスタードライブ、あ、はいはいはい、DCMD、ね、はい、あれ去年出てね、ちょっと欲しいなと思ってて、今回ね、ちょっとアンタレスどうしようどうしようなんて思っているうちに周平くんが
買ったっていう話を聞いたんで、そうですね、夫婦でお話いろいろ伺えたらなと思いまして、はい、じゃあこれちょっと開けて、はい、あ、じゃあちょっとなんか開けてみますか、ね、はい、そうですね、そうですね、ここにスイッチが、はい、はい、ここに、じゃあちょっと開けて、あ、え、あああ、はい、はい、来ましたね、あ、マス、うわ、よいしょ、落とさないように気をつけて、はい、ちょっとですね、はい、これが今回の、はい、まあアンタレスの目玉ですよね、はい、この MGL3 スクール3になったのね、今回ね、そうですね、はい、シマノのブースで聞いたのは、あの MGL といえば特徴的だったブランキングの穴、あ、そうですよね、確かにないですね、ない、このスクールで完成したタイミングで、まあ、強度と飛びと、はいはい、まあ、MGL 独自のね感触っていうのが出せて、で、まあ、見た目的にはね穴開けた方が派手で、そうですよね、いい感じするんですけど、だからあれ、これ穴開いてないんですか、はいはいはい、って聞いたら、シマノの求めるその強度と飛びと両立をいろいろ考えた時に、うん、今回の3では穴は必要ないと判断したから、うん、はぁ、穴は開けなかった、はい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 、ね、へぇ、幅がやっぱりね、いや狭いですよね、うん、やっぱだこれがそのキャスティングした時にどこまでこう体感できるのかっていうのは本当ちょっと楽しみな部分ですよね。なんか見た目にもねぐっと全然狭まって、はい、でボディ自体もちょっとキュッとコンパクトになって、本当投げた時もねどんな感じか、いや本当ですね、ちょっと楽しみですね。これはぜひね周平くんにね、はい、釣り子 TV に乗せてもらって、そうですね、バックシートからね、はいはいはい、ねぶり倒している動画で撮影させて、はいはいはい、で、せっかくスプール撮ったんで、はい、手元でちょっとその撮った後ど どうなってるんですか、ボディの方見せてね、あ、わかりました、はい、こんな感じですかね、中、はい、で、こっち裏側こんな感じになってるんですね。これまあもうあれですね、ブレーキ臭が当たるところですね。これはまあ他の機種とも変わらない感じですかね。はい。いやーいいですね。そう、今回この島のリールですごい珍しいと思ったんですけど、はい、この。あの音？あ、それドラグ音。あ、そうですね。ドラグ音をするっていうのはすごいいいなと思ってて。あ、で、なんか今、うん、感覚的な感じだけど、カルカッタの BFS とかに比べて、はい、なんかちょっと甲高い音になってる。あ、本当ですか？もっとね、あのスペシャルドラグサウンドって言って、はい、あのエクスセンス DC とか、あ、はい、カルカッタ BFS とかドラグのクリック音つけてくれてるんだけど、はい、なんていうかね、ちょっとね違うんだよ、もっとね鳴ってほしいのに、はい、すごい、ね、ドラグ音静かめで、はいはいはい、わけわかんない時があるんだ。はいはいはい、でも今周平くんに、はい、アンタレスのそのドラゴンを出してもらって、そうですね、はい、結構音しますね、これね、大きいんだよね音が。へえ、で、詳しい人に聞いたら、はい、なんでスピニングリールがあんなかっこいいドラゴンを出るかって言って、やっぱボディ自体がちょっと大きくて、はいはいはい、音の反響するスペースとかがあるから、あ、で、軽かった BFS ってめちゃくちゃコンパクトにボディ作ってるから、はい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 、どんなにああいう音を出そうとしても限界があるというか、はい、でもアンタレスってそのボディのスペースがいいのかね、なんか思ったよりすげえいいドラゴンが出てるんだよ、ね、まあこれだけでかいギアボックスついてるんで、もしかしたらその分スペース確保できてるのかもしれないですね、はい、あと、うん、サイレントチューンが確か変わってますよね。サイレントチューンが変わってる、確か、うん、まだスプーン今取りますけど、はいはい、確かこうか、ここ、他のシマノのリールって、うん、ここあのスプリング入ってませんでしたっけ、サイレントチューンって。だから今回これゴムの O リングっていうんですか、はい、ゴムのリングがついてるんですけど、あ、まあ、これもまたね
従来のとちょっとどう違うのか、うん、よりこう、なんていうんですかね、あのキャストした時の音とか、はいはい、っていうのが多分変わってくるんじゃないかなと思いますね、この周平君とかの世代だと、はい、アンタルス AR って現役だあー、もう使ってましたよ。あ、使ってたんだ。使ってました、で、すごい気に入ってて、はい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 、で、まあ、結構こう、ね、巷ではそのアンタルス AR の後継機なんじゃないかみたいなことをすごい言われてたんで、まあ、やっぱもうかなり注目してたんで、だからまあ買ったっていうのもありますね。あなたはじめさんの動画とかでね、はい、あれはアンタレスっていうよりアンタレスミニだよっていう発言されてね、はいはいはい、ってことは AR なんじゃねえかな。そうですよね、確かにアンタレスミニって言われたらまあミニですよね。これだいぶちっちゃく握り込めますけどね。で、その共鳴仕様のね、はい、アンタレスだけが許されたね、スペシャル特有の、はい、共鳴仕様、これ釣り場で使ったらかなり、いや、これ目立ちますね。上がるよね。上がりますね。いやちょっと今回アンタレス見破ろうかなと思ったけど、こうして目の前でね、いっぱい見せてもらうと、はい、揺らぐね、これ、ね、これはちょっと羨ましい。やばいですね。これちょっとやられた感がする。これ今回買ったのハイギアなんですけど、はい、ノーマルギアもこれ危ないですね。危ないですね、これは右巻きのハイギアってことだもんね。そうですね、そうですね。で、次に左巻きのハイギアと通常ギアですね、うん、右巻きのハイギアってのは、はい、想定だとまあどういう釣りでそのリードしたわけ。そうですね、まあ基本ボートで釣りすることが多いので、うん、まあせいぜい投げても 30m ぐらいの距離しか投げないんで、やっぱその回収スピードを上げてどんどんこう手返しよく次のポイント次のポイントっていうのにキャストできるようにっていうことを考えて、まあ基本巻きでもハイギアを選択しましたね。まあただやっぱもうちょい引く抵抗が大きい、もうちょっと重たいスピナーベイトとか、はい、まあ、まあなんかミディアムダイバーのクランクとか使うんだったら、やっぱノーマルギアの方がやっぱり使いやすいんじゃないかなっていうのはありますね。この後ノーマルギアが出たらそれも買い、はい、そうですね。左巻きは考えてる。あ、自分キャストがあの左引きなんで、左投げなんで。あ、そうなんだ。はい、もうずっと右ハンドルばっか使ってきてますね。というわけでね、この前シーバスの時はね、釣りの格好で、ね、全然イメージ違うけど、今回は仕事帰りに、はい、仕事帰りに周平くんにフープに来てもらって、はい、買ったばかりのアンタレスも持ってきてもらって、はい、これで、いやいいですね。もう早く本当に投げたいです。実際ね、ほんと投げてる感じとかも撮影したいんで、はい、ね、ぜひね、そうですね、プランプランでお願いします。今年はよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV は、19アンタレスを買った、周平君をインタビューしてみました。ありがとうございます。